他にございますでしょうか。そしたら MBS さん。すいません、毎日朝山本です。万博の件にちょっと戻るんですが、今日東京の方の記者会見で前売りチケットの最新の売り上げが218万枚というふうに発表されました。ただ一方、その前売り券の伸び悩みについては、やっぱりスマホですとかパソコンのその購入の操作の難しさっていうところがやっぱり少し関係しているかなと思うんですが、そのあたりはどのようにお考えでしょうか。はい、それは関係していると思います。実際、僕の周りでもいろんな声を聞きますけれども、非常にチケットが買いづらくて諦めたというような話も聞きます。特に高齢の方、スマホ等に扱い慣れてない方の意見が結構あります。それはいろんなところで聞きます。で、私自身も自分で万博 ID を取得してチケット買いましたけれども、これ確かになかなかスマホ慣れてない高齢者の方にとってはちょっと難しい作業だなと、チケット買うだけなのに難しい作業だなというのは僕自身も実感をしているところですし、またそういった声も聞いています。ですので、非常にシンプルに買いやすい仕組みというのが僕は重要だと思っています。ですから、これもいろんなところでも提案をしてますけど、例えばコンビニで簡単に買える仕組みだとか、その買いやすい、行きたいなと思う人が買いやすい仕組みを作るということが重要だと思います。ですので、そういったことも今協会にも提案をしていますので、今協会でそういったことを検討されている最中だというふうには思います。今のままで最後まで行けばいいとは僕は思っていません。やはりコンビニ等で買えたりだとか、もう簡単に高齢者の皆さんもインターネットに慣れてない方も簡単に買いやすい、シンプルに買いやすい仕組み、そういったことを実行する必要があると思います。またそのことについてはもうすでに協会にも意見をしています。今後、開催までは1年弱ありますけれども、今のこの万博 ID のネットオンリーの購入方法以外の買いやすい仕組みということをがこれからより重要になってくると思います。それを必須する必要があると思います。ありがとうございます。あと、その東京の方で今日発表されたその複数回入場できる、夏パスですとか通期パスなどの不正防止の顔認証登録についても発表されたんですが、そのシステムに特化しすぎることでなかなか高齢者の方がついていけないっていう懸念もあると思うんですが、そのあたりについてはどのようにサポートしていく予定でしょうか。すみません、もう一回やってもらいます。はい、東京の方で通期パスの入場をする際に不正防止の観点から顔認証登録 ID とプラスして顔認証で入場するっていうシステムが今日デモンストレーション、記者に対してデモンストレーションの発表があったんですけれども、そういうふうに便利になっていくのはいいと思うんですが、高齢者の方にとってはその顔認証登録だったりとかやっぱり難しいところが万博の券の購入以外にもさまざまあるかと思うんですが、そのあたりについてはどのようにサポートされるご予定でしょうか。通期パスをどうするかについてはちょっと僕じゃ今直接意見をしているところはないですけれども、今の話を聞く限りにおいては、通期パス買った人が便利に入っていくという意味では、確かに顔認証のは非常に便利に出入りができるかなというふうにも思います。また通期パスを買う人はかなり万博に対して強い意欲を持たれている方だと思いますので、そういった方はそれはもう若いインターネットに慣れている方は今顔認証というのはもう普通に僕ですらできるような仕組みで、簡単にコンピューターの方ができる仕組みもできてますし、場合によっては誰かにちょっとお手伝いをしながら、高齢の方で難しい操作がうまくなかなかインターネットに慣れてないんだけども、万博にすごく強い思いがあって、こう通期パスを買って毎回行くんだっていう方は、もしその方にとっても顔パスの方が便利じゃないかなと思うので、最初の登録をもう少し分かりやすくする仕組みがあればいいのではないかなって。顔パスで行き来できるというのは非常に便利な仕組みだし、それはもうあまり阻害する必要はやめる必要はないんじゃないかなとは思います。でも多分多くは通期パスというよりは一度行ってみようという方が多いと思いますので、そういう一度行ってみたいなと思う人がネットじゃないとアクセスできないという環境は僕は絶対変えるべきだと、
で通期パスを書いた僕もあの個人で通期パス買いましたけれども、まあ、通期パス書いたらやっぱり非常にあの 強い思いというか方が あると思いますので、まあ、そういった人は、まあ、顔パスであの行き来できた方が便利じゃないかな。でここネットに慣れてない人が最初に登録するときどうするかってやっぱ課題はあるかもしれないので、ちょっとそこはちょっと掘りあのより分かりやすい仕組みがないかっていうのをやりながらも、あの顔パス制度は通期パスにおいてはいいんじゃないかなとは思います。ただあの通常の普通に1日ちょっと行ってみたいな、1回行ってみようかなという人がネットじゃないと絶対買えないという仕組みは間違っていると思います。ありがとうございます。